皆さん、こんにちは。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。新時代の経営力を磨く月刊誌、秋内は角角2022年9月号のダイジェスト版をお届けいたします。今月の特集は、さよなら、昭和の営業、令和の営業を学ぶと題して、私、長谷川が関東5ページを執筆させていただきました。 そして今月のおすすめビジネス書籍は雨が降っても槍が降っても利益が出るゼロベースマネジメントという本を紹介させていただきます。えー、この本は格安メガネチェーンの勢いに押されて破綻寸前だったらあのメガネスーパーの立て直しに成功した、えー、星崎さんというね 外資系トップを渡り歩いたプロの経営者ですよね。この方がどうやってメガネス,スーパーを再建したかというね、話が書いてあります。えー、それで今までの経営理論とかね、そういうものにはよらないですね、新しい発想。要はこのゼロベースっていうのは思い込みとかね、そういうのを一旦排除してゼロから考えてみようっていうね。そうするとおかしなことっていうのは非常に会社の中に多いと。 そしてできないと思ったことも実はできることも多いっていうね。まあそのようなことが書いてありますので、うん、まあ会社のね、業績のいい人も悪い人もぜひ読んでいただけると何らかしらのヒントがあるかと思います。これ非常にですね、お勧めしておりますのでよろしくお願いいたします。 それでは特集ページの紹介です。さよなら、昭和の営業、令和の営業を学ぶということなんですけども、今ですね、老舗企業ほど、この昭和の営業 VS、令和の営業。まあ、こんなね、構図もね、できているわけなんですね。この理由は簡単で、やじ老舗だとですね、営業マンのこう高齢化も進んでるわけなんですね。 要は40代後半から50代の営業マン、そして若い20代の営業マン、もう育った環境も違いますし、価値観も当然違います。そういった人たちが同じ会社の同じ営業部にいるわけなので、話が合わないというか、まあやり方だとか考え方違って当然ですよね。じゃあ昭和の営業と令和の営業、どちらがいいんだってことになるわけなんですけども、 残念ながら今の会社というシステムの中では昭和の営業の人たちの方が、まあ、数が多いっていうのがまず1点。 そしてもう一つは役職が上だっていうのは2点。そして経営者がやはり昭和の営業の人たちを支持しているケースが多いってことが3点で、どうしても令和の営業の方がですね、隅に追いやられる。まあ特殊なんだよみたいな感じになりますよね。ところが世界に目を向けてみるとそんなことはありません。 特に今回は法人営業の生産性をいかに高めるかということをこの特集で書かせていただきました。そして営業 ROI というね、いかにですね、営業のコスパを良くするかっていう考え方なんですけども、その辺についても詳細に書かさせていただきました。 で、このね、元になっている、実は、レポートがあって、それマッキンゼっていうコンサルティング会社が出してるんですけども、まあ、そのレポートの紹介なんかもやっておりますので、非常にですね、経営者にとって、今、昭和の営業なのか、令和の営業なのか、なんか会社の中でね、若い社員とベテラン社員がなんとなく対立してるみたいなね、まあ、そういう会社の経営者さんは非常に参考になるかなと思っております。はい、まあ,あとは、 後半戦はですね、令和の営業を理解するためのおすすめ本のね、紹介っていうことで、まず1点目が新営業力、そして2点目がニューセールス、そして3点目がされた営業っていうね、えー、若いですね、まあコンサルタントだったりとか、そういった方々が書いている著書を紹介しております。さて、それでは恒例のですね、日替わりのコラムを紹介したいと思います。まずは1日の木曜日ですね。 人材不足対策は二つの考え方があるということですね。今人材不足が非常に顕在化しております。えー、それで外食のチェーン店なんかは配膳ロボットをね、導入しているえ企業が多くなってきましたね。まあ、これも人材不足の象徴だと思うんですね。えー、そして二つの考え方というのは、まず一つ目が解決策は採用に力を入れる。これが一つ目。 そしてもう一つ二つ目が、えー、現状の人員で効率化を図っていくというね、この二つの考え方があります。しかし現実にはこの二つの考え方をうまくね、組み合わせて両方やっていく必要があると思うんですね。今回紹介するのは、RPA って言われるロボティックプロセスオートメーションっていうね、 要は、パソコンがメインですけども、そのルーチンワークってありますよね。毎日同じ作業をパソコンにやる。まあ入力業務とかいろいろあると思うんですけども、そういうのを自動化でやってしまおうという動きがですね、今起こっております。まあその中でも足ロボって言われる、えー、っと、RPA があるんですけども、これは月額5万円のサブスクですね。それで使える非常にこう、 気軽に利用できる RPA になっております。参考までにね、配膳ロボットを冒頭に紹介したので、こちらの方はね、リース料が1ヶ月で4万円ぐらいからなんですね。なんで、時給に直すと1何0円ぐらいになるそうなんで、まあ、人を雇うよりもずっと安いっていうね、まあ、こういう認識がチェーン店の中で広がってきているということで、えー、まあ、DX 化とかロボット、 ロボット化、あとは AI 化ですね。こういうことがどん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 進んできているというお話です。2日金曜日、ミッションを語ることが大事な時代になった。まあ、ミッションはね、これもうずいぶん前からね、ミッションのない企業ってのはね、やっぱりダメだよみたいなこと言われてるんですけども、このミッションね、どういったことなのかっていうと、なぜその商品やサービスを売ろうとね、思ったのか、まあ、開発しようと思ったのか、 そしてその商品とかサービスを売ることで顧客にどうなってほしいのか。その商品やサービスを世の中に広めて社会をどうしたいのか。まあこういったことがね、ミッションに含まれていくっていうことなんですね。このようなことを高度成長期のね、こう、経済がとにかく黙ってても発展する時代にはそんなにね、必要とされてはいませんでしたけども、 今、このような時代になってくると、採用面でもミッションというのは非常に大事になってくるわけですね。学生さんもいろいろとですね、情報収集してますので、ミッションのないような会社にはね、勤めたくないっていうのが本当のとこなんだと思いますが、まあそんなことでミッションをね、こう作るっていうのが、今のね、経営のですね、主流になっているわけなんです。 まあそんな中で紹介しているのが、えー、楽天株式会社の三木谷さんですね。で、三木谷さんの、あまあそのミッションね、なぜですね、楽天を始めたかっていうことがですね、成功の法則92カ条というね三木さん、三木谷さんの著書の中で紹介されているので、まあその辺のことを書きました。 3日土曜日、ジョブズがハマりそうだった罠とは、まあ、ジョブズといえばアップルの、えー、創業者スティーブ・ジョブズなんですけども、えー、これは、えー、iPhone を出す、出さないのこと、あの時代のことなんですね。当時 iPad、iPod か。 iPod っていうですね、えー、ま、音楽を聴くプレイヤーですね。これが非常に売れてた時代でもありました。そんな中に iPod を携帯電話に変えるというアイデアが社内で浮上していたということなんですね。で、このアイデアをこう温めてですね、何とかしたいと思ったのが本当にアップの中の小さなプロジェクトチームだったということなんです。で、これに対してジョブズは猛反対したそうなんですね。 その携帯電話の分野には入りたくないと。まあ、ところがこの小さなプロジェクトチームは結局ジョブズを説得してしまうわけなんです。じゃあどうやってですね、この抵抗していたジョブズを説得したのかという話なんですけどもね。まあそのことが今回この3日の記事には書いてあります。 そして4日日曜日、Z 世代とツイッターの関係を考察してみた。よく聞きますよね。Z 世代とかね、X 世代とか Y 世代って言うんですけども、参考までに1960年から70年代に生まれた人たちを X 世代。1980年から90年生まれを Y 世代。 えー、そのことから1998年から2007年生まれを X と Y の次ということで Z 世代と呼ぶことになったということですよね。うん。まあなんかね、これテレビとかでもよく言われているのでお分かりの方も多いかと思います、えー。そしてこの Z 世代とツイッターの関係なんですけども非常に相性がいいみたいなんですね。例えば、 ツイートが商品やブランドに興味を持つきっかけになるっていうのがこの Z 世代の中では55%ツイートが商品やブランドのサイトを見るきっかけになるっていうのが54%ツイッターで知った商品を買いたくなる時があるっていうのも54%まあこのぐらい彼らにとってですねツイッターのっていうのは SNS の中でも大事な存在であるっていうデータが記されています 5日月曜日、気遣いのできる人、3つの特徴とは、まあ、気遣いのできる人っていうのはね、非常にいいなと思って、私も憧れていますがですね、憧れだけでなかなかですね、えー、本当の意味で気遣いができるかっていうと、なかなか難しいなと思います。はい、えー。それで、これは弊社のクライアントの話なんですね。8月、7月だったかな。このクライアントからお中元が送られてきました。 まあ、これ、毎年ね、お中元をいただいてるので、まあ、毎年のことなんだ。今年もまたいただきました。ありがとうございます。ってことだったんですけども、実はですね、その後、一週間ぐらい経ったら、また、この会社からお中元が送られてきました。これはきっと、何かの間違いだろうと私は思ったんですね。それで、慌てて、先方に電話をかけました。そうしたところ、先方の担当者の方が、こんな感じで、会話を始めました。 えっと、まあ、私が先日お中元をいただいたのに、今日もお中元が届いたんですけど、なんかの間違いじゃないですかって言ったら先方がですね、まあ、そういうラッキーな人もね、なんかいるんですよっていうわけですよ。えー、冗談言ってる場合じゃなくて、変装しますねって言ったら、相手が、そういえば、御社以外にもお中元が 2, 2回届いたというね、問い合わせが何件かあったんですよねって、 だから、変装しますねって言ったら、相手の方が、まあそんなこと言わずにラッキーだと思ってもらってやってくださいって言って、結局ですね、押し切られてもらったんですけども、おそらく私の負担にならないようにですね、変装しなくても大丈夫ですよということを上手に伝えてくれたんだなと思って、非常に気の利く人だな、気のく人だなと思いました。6日火曜日、いつになっても亡くならない差別をどう考える 差別っていうね、言葉、やはり年に何回かえ、こう、テレビだったりとかね、そういったので聞くことがありますよね。まあ、ニュース番組、あとは新聞でもありますよね。えこの差別なんですけども、実は、こう会社の中にもね、差別っての、ね、はやっぱあるわけなんですよね。例えば、社長の中には、従業員は会社の利益を生み出すための道具とか手段だと思っている人も、いまだにそういう人もいらっしゃいます。 で、さらに怖いのはそれに対して無自覚であるっていうことなんですね。あとは、職種による差別ってのも、これも暗黙のうちにあるんですね。企業であれば、直接利益を生む直接部門が偉くて、その直接部門のサポートをする間接部分の方が、やはり価値としては下なんじゃないかっていうね。 まあそういうふうに考える直接部門の人たちもいるわけなんですよね。まあこんな感じでですね、えー、差別という言葉が適切かどうかわかんないですけども、実際には直接部門と間接部門が両方がいて初めてビジネスに成り立ちますよね、会社がね。 なので、こんなところで格差だとかね、差別を生んではいけないんですけども、やはり目の見えない差別っていうのがありますので、どうしたらこうフラットな意識を持ち続けるか、持ち続けることができるかっていうのをね、えー、考えていかないきゃいけないなと思いました。7日水曜日、今月は大ピンチ、給料を前払いしてほしい。昔のね、会社はね、結構こういうことに寛容だったので、あの、 ちょっとね、出費がかさむとね、社長とかね、まあ、経理の社長の奥さんなんかに頼んでね、給料前払いいいですかなんていうね、そんな話も本当に昔はよく聞いたんですけども、最近てっきりに、ね、はそういうのもなくなったなと思ってたんですけど、また、最近になってですね、この給料前払いサービスっていうのがね、注目を浴びているそうなんですね。まあ、この給料前払いサービスを提供する会社があるんですよね。 まあ大きく分けていくつかあるとは思うんですけども、これね、えっ、ー、と、求人応募数でですね、求人表に、給与前払い OK とか、日払い、週払い対応といった記載があると、求人応募数が増加するんだそうです。まあ、こんな流れもあってですね、 え、給与、えー、前払い、前払いサービスってのが今注目されてるそうなので、まあもしかしたら特に若い人とかね、そういう社員の方が多い会社ですね、導入した方がいいのかな、なんて思いました。8日木曜日、営業マンの成績を伸ばす手っ取り早い方法とは、まあ、手っ取り早い方法があるんだったらね、私も知りたいんですけども、実はありますね。えー、ちょっとね、まあ 金税が公開している日本の営業生産性はなぜ低いのかっていうね、えー、データを紹介したいと思います。それであくまでもこれね、B2B 営業、つまり法人営業でのデータなんですけども、えー、顧客への営業活動が1日の営業時間の中で10%から25%。そして顧客関連の活動ね、これ提案書とか見積もりの作成が55%。 で、三つ目が営業活動ではない社内業務が20%か35%。日本は大体こんな比率なんだそうですね。それでベストプラクティスで、ね、まあ理想的にはですね、こんな感じがいいそうです。顧客への営業活動がまず50から55%。で、顧客関連の活動。これは提案書とか見積もり書の作成が35%。 そして営業活動ではない社内業は10%から15%ぐらい。随分違いますよね。日本のこの現状とね。このぐらい違ってて、後者の数字、いわゆる後舎品になるとですね、非常に営業生産性がこう上がってくるってことなので、この時間配分、これ特にですね、意識して営業をやっていただけるといいかなと思います。9日金曜日、世界遺産の放流時が維持管理費を、点点。 ですね。あの、法律が実はですね、クラウドファンディングをやったっていう話なんですね。理由は簡単です。この2年半に及ぶですね、コロナ禍によって観光客が激減したことからですね、維持管理費がなかなか捻出できないっていうことなんですね。それでクラウドファンディングに挑戦しまして、えっ、ー、と、なんとですね、1億4000万以上のお金が集まってるっていうね、さすが法隆寺って感じですよね。 まあそれでリターンもね、いろいろあって、例えば1万円、クラウドファンティングに投じた人は、お礼状とホームページ、名前掲載、限定のね、御朱印がこうもらえるっていうね。で、50万円っていうのもあってですね、これはお礼状、ホームページ、名前掲載、え、供養札ですね。あと、参加、昭和大修理、え、参拝券2枚とかね、え、ー 小財大って言うんですかね。あと100万棟限定ご朱印とかね。まあいろんなのがセットになってるんですね。50万円も払うとね。まあこんな感じでですね。法律もね、クラウドファンディングをやる時代になったっていうお話です。とか、土曜日、新卒社員が辞めるのはなぜだろうか。よく聞きますよね。最近ね、せっかくこうね、新入社員が入ってきたんだけど、半年ぐらいで辞めてしまったなんていう話はね、よく聞きますよね。なので、えー、まあ採用も非常に難しい時代。 しかし採用した後ですね、その社員を定着させるっていうのはもっとね、あの難しいのかなと思ってしまいますよね。そんな中で結局どうしたらいいか。こうね、まあ新入社員もね、えー、会社のこと何もわかりませんよ、ね、最初はね。それで、まあ先輩っていうか直属の上司もつくわけなんですけども、なかなか上司が忙しそうにしてると聞く機会を一してしまう。 っていうのがね、多々あるそうなんです。そうするとわからないままずっと作業というか仕事を続けることになりますので、なんか自分に対しても後ろめたさとか自信もなくなっていくと。まあそういうことが起こっちゃうんですね。今人手不足だし。 いやそこで私がお勧めしているのが何でも相談室みたいなね、えー。これは新入社員が疑問に思ってることとか、よくわからないこと、困りごとなど、遠慮なく質問できるような場をですね、会社の中にも作る必要があるな、という話です。11日日曜日、撤退するしない、一番難しい意思決定。そうなんです。あの、参入するっていう意思決定っていうのは比較的簡単にできるんですよね。まあ、ノリでできますよね。正直なことを言って。 うん。たまたまその日気分が良かったとかってのもきっとあるでしょう。ちょっとしたことであれば。ところが、なかなか事業がうまくいかなくて、この撤退のするしないっていう判断ね。意思決定をするっていうのは非常に難しいと思うんですよね。まあ、どっかで意思決定をしないとずる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 ね、赤字のまま、そのままずっと継続することにはなってしまうので、えー、まあ、撤退するときの基準とか条件をね、 あの、きっちりと決めておけば、まあ、撤退するときも意思決定は絶やすいんじゃないかなと思うんですね。そういった意味では、撤退をどのタイミングでするか。これも経営者のですね、非常に重要な仕事になりますので、ぜひですね、この意思決定の一つに撤退っていう選択も入れてください。12日月曜日、口コミを意図的に発生させる方法とはいや、まあ、あ口コミはですね、かなり こうね、えー、コントロールするのが難しいですよね。で、口コミもしコントロールできるんであればですね、まあ営業経費もね、かかりませんし、非常にいいなとは思うんですね。で、今回紹介するのはなぜあれは流行るのかっていうね、まあ本がありますけども、ここには口コミしたくなる条件っていうのが紹介されていますよね。まあいろいろあるんですけども、例えばソーシャルカレンシーっていうね、はい。 これは情報をシェアすると、シェアした本人の社会的な価値が上がるっていうようなね。まあそういうものですよね。で、2番目がトリガーって呼ばれるもの。これは物事と関連する事柄を思い出すきっかけになるっていうね。うん。まあ、頻繁に思い出される商品っていうのはその分多くの口コミを発生させることができると。で、3つ目は感情です。特に口コミが発生しやすいのは生理的覚醒が起きる感情ね。 うん、まあ、興奮するとか楽しいとかね、怒りとか不安とかね、まあいろんな感情がありますけど、そういうのは喚起されるようなものなんですね。まあそういったことがですね、5個6つぐらいあるってことなんで、まあ、口組みの研究っていうのをね、やってみてもいいのかなと思います。13日火曜日、仕事が面白いとはどういうことなのか。仕事をね、面白くやれればいいんでしょうけど、なかなかね、そうはいかないっていう人もいるかもしれませんよね。 はい。まあ、いろんなね、世の中には仕事がありますので、どの、こう、業種に就くか、そしてどの職種に就くかによってもね、えー、仕事が面白い、面白くないっていうのはあると思います。それで仕事の楽しさとかね、えー、やりがいみたいなね、面白さっていうのは5つの実は要素があるという話があります。まず1点目が必要とされて感謝されること。2つ目が能力や個性が発揮できる。 三つ目が成長できる。そして四つ目が適度な難易度で没頭できる。そして最後の五つ目が意義を感じられるっていうね、この五つの要素をね、意識した仕事づくりを経営者っていうか会社側もしていかないといけないってことなんですね。そういったことによってそこで働く社員の方も仕事が面白いと感じるんではないでしょうかという話です。14日水曜日年齢など関係ない常識を塗り替える女性。 そうなんですよ。あの、立て続けにですね、えーまあ、3人ぐらいね、90歳以上でなおかつ現役でですね、仕事をしている女性に、私、出会ったんですよね。えー、それで、最近非常に注目されているのが、玉木康子さんっていうですね、92歳ですかね、の方で、参、え、考、ー、インダストリーっていう会社に入社して66年間 経理とか書務の業務を担当してて、最近では、最近じゃないな、昔からその新入社員教育もね、この玉木さんがやっているそうです。で、2020年の11月に世界最高齢の総務部員としてですね、ギネスの世界記録に認定されてて素晴らしいですよね。まあ、その他にもですね、笹本つねさんっていう、 日本の女性初の報道カメラマンですね。第一号になった方がいらっしゃるんですけども、彼女は現在107歳。ですが、あのつい2、3日前に亡くなられたんですね。残念ながらね。まあ、けど107歳まで一生涯ね、現役でカメラマンを務められたってことなんです。で、もう一人紹介してるのがですね、弊社のクライアントのですね、えー、会長なんですけどもね。てっきり会長とかって言ったん、ね、で、男性の方かと思いきやですね、 あの、女性の方で、の後で年齢記たで90歳っていうことで非常に驚いたんですけども、もうこういう時代なんだな、本当にね、人生100年時代。で、一生涯現役でですね、仕事をする人も増えてきてるんだなっていうのを実感しました。15日木曜日、なんでこの商品が売れるのかわかりますかということなんですね。で、今回紹介してるのは、え ヤノマンっていうメーカーから発売されている宇宙パズルっていうのなんですね。この宇宙パズルって何だかって言ったらジグゾーパズルなんですけども、えー、っと、大体ですね、年間、えー、どのが四万、あ、2、3万か。二三万ぐらい売れてるんですかね。で、10年間で累計22万個売れてるらしいんですが、ですが これもジグゾーパズル界で言ったらもう大ヒットなんだそうですね。で、この宇宙パズルっていうのはちょっと特徴があって、真っ白なんですよ。普通ジグゾーパズルっていうと、絵柄が書いてあったりとか、なんか写真とかね、あの、モナリザとかのもありますよね。ああいうふうに、あの、ちゃんと絵とか写真があるじゃないですか。これ真っ白です。で、なぜこんなものが売れてるのかっていうことなんですけども、実は、 えっと、ホワイトパズルっていうことなんですけども、宇宙飛行士のですね、採用試験なのかなこれ宇宙飛行士の試験だね。実際に使われてるらしいんですよね。なぜこんなことをやるかって言ったら、俺精神力を鍛えるために、この真っ白の無地のジグゾーパズルをやるんだそうです。まあそんなことに憧れてきっと、 あの、コンスタントに売れてるんじゃないかなという、ヤノマンというメーカーさんの話なんですけども、まあ本当のところはどうかわからないですけどね。まあそういうふうな軸造パズルがあります。16日金曜日朝起きた時の気分を最高にしていますかっていうね。 えここでね、紹介しているのはですね、えっとですね、ハワイのアイアンマンレースの年代別チャンピオンのサミ・インキネンっていう人なんですけども、えっと、この方実はね、あの、ま、アイアンマンレースでも有名なんですけども、んーと、それ以外にもビジネスやってんですよね。不動産仲介サービスのトゥルーリアっていうのをやって、 って言って、これもなんかね、非常に有名なサービスらしいんですよね。で、なぜね、こんな風に多彩なことができるんでしょうかっていうね、アイアンマンレース。まあ、要は、アスリートであり、ビジネスマンであるわけですよね。しかも、両方とも有能であると。それで、あの、このコツなんですけども、えっとね、 朝の気分とか感情が非常にですね、重要だって言って、えこのサミ・インキネンっていう人はね、言ってるんですよね。まあ、要はね、えー、っと、気分が朝起きた時に気分が、とか感情が最高であれば、非常にね、その一日のですね、 え、パフォーマンスが上がっていくってことなんですよね。まあ、それなんですよ。要はコツっていうのね。確かね、僕もそうだと思うんですね。朝目が覚めた時に、ああ、今日仕事行きたくない。ああ、今日の仕事ちょっと辛そうだなって思うのと、よし、今日の仕事は非常に忙しいんだけども、それだけやりがいがあるな、みたいなね。それずいぶん変わってくると思うんですね。要は、 感情のコントロールができるっていうことが一点と、感情のコントロールをうまくですね、プラスのエネルギーに転化する。要は、あの、仕事という事実の捉え方をいかにポジティブにできるかこれ重要なんですね。しかもそして朝なんですよ。朝の気分とか感情。それ非常に重要なんですね。これすぐできそうなんで、皆さん方もぜひ取り組んでみてはいかがでしょうか。 え17日土曜日、自社の強みを商談で伝えていますかこのね、自社の強みね、商談になるとですね、会社案内ってあの、会社のパンフレットありますね。あれ使う人結構いますよね。特に初めてのね、新規の商談では。ところが、なかなかね、あの、まあ、業務内容であるだとか、あとは、その、遠隔ね、会社の遠隔だったりとか、取り扱ってる製品だとかサービス、その、 を説明する人はいるんですけど、じゃあ自社の強みって何っていうね、そこの部分を意外と説明しない営業マンが多いってことに私気づいたんですよ。そこの強みっていうのは3つぐらいに絞って必ずです、ね、伝えた方がですね、インパクトもありますし、向こうもね、相手方の方も、あ、なるほどねと、こういうのが強みだったらこういう仕事頼めるかもっていうふうにね、感じると思うので、 ぜひ、商談では自社の強みを伝えてください。18日日曜日営業部を立て直すためのいくつかの視点とはってことですね。えー、確かにですね、この今営業はですね、徐々に積極的な営業、要は攻めの営業の方にシフトしてると思います。っていうのは、これだけコロナ禍によってですね、景気も不安定、まあ、低迷してる企業も多いので、えー、積極的にセールスをせざるを得ないっていうのは本当のところなんですね。 ところが、今まで、既存顧客のルートセールだけで成り立っていたような会社もあるんですよね。あとは、まあ、お客様の方がね、マーケティングがうまくできていれば、見込み客の方から連絡があって問い合わせがあって、それに対する、今度は、えっと、対応でね、それだけで、商売が成り立っていったところもあるでしょう。ところが、これからは、ゼロから、えっと、プラスを生み出す、まあ、セールスっていう営業が非常に大事になってきます。 ですので営業部の立て直しっていうのは街の営業から攻めの営業にいかにして立立て直していくか。ところが、これ難しいのが、やっぱ社内の文化としてですね、街の営業の会社っていうのはやっぱあるわけなんですね。飛び込み営業急にやれって言ってもやれないわけですよ。まあそこの部分をいかにして変えていくか、またそういうふうな環境にしていくかっていうのは、これ経営者のね、大きな仕事だと思います。 19日月曜日、ネットがあれば十分他はいりません。これも結構衝撃的なね、えー、話だったんですね。で、マイクロソフトの日本法人の2代目のね、えー、社長をやった、なるけまことさんっていうね、本もね、何冊も出してる方なんで、ご存知の方多いと思いますで。現在66歳。で、このなるけさんはね、知識の9割をネットで出てるっていうんですね。 ま、このぐらいの年の人だとネットに偏っちゃダメだとかね、やっぱりリアルだよって言うじゃないですか。違うんですよね。で、ナルさんはですね、この39歳からの新教養って本ね、著書があるんですけども、こんなこと言ってます。勉強はウィキペディアが9割。ニュースサイトはスマートニュース一択。えー、理系分野は画像から学べ。動画講義フル活用。好奇心の向くままググれ Google 翻訳を使いこなせ。 えー、気になる人はメンタルの記事やブログを SNS やメールマガで定期的にチェックしろってことなんですね。あの、これね、昔のね、やっぱりね、ネット上とね、違うってうことが前提だと思うんですね。やっぱネット上の情報もどんどん質が上がっているので、やはりネット上の情報だけでもしかしたらある程度のものはカバーできるんじゃないかっていうね。まあそういうふうな含みを持たせてる記事なんですよね。 なんで、まあ、これもね、今後、本当に、こう、ベーシックっていうか、当たり前になってくるかもしれません。20日火曜日、とんでもない世界がすぐそこまで来ている。うん、まあ、とんでもない世界ですよ。もうコロナがね、これだけ蔓延したっていうことだけでもですね。そうなんですけども、まあ、いろんな意味でですね。 仕事のやり方も変わってくるでしょうってことなんですね。で、この記事で紹介してるのは山口周さんのニュータイプっていうね、本に書かれていることなんですよね。で、ニュータイプのこの時代って言って、じゃあ何が違うんだってことなんですけども、例えば、オールドタイプで正解を探すっていうね、まあ当たり前ですよね、正解探しますけども、ニュータイプでは問題を探す方にシフトしていくだろうと。 で、オールドタイプでは予測するんですけども、ニュータイプでは構想するっていうふうにいく。で、オールドタイプではルールに従うなんですが、ニュータイプは自らの道徳観に従う。あとは、オールドタイプは経験に頼るんですけども、ニュータイプは学習能力に頼るとかね。まあ他にもいろいろあるんですけども、こんな感じで今までの常識とか価値観、そして世界観が変わっていくのがこれから数年であるっていう話です。 21日水曜日事業拡大の鍵は再現性の高さですってことですね。あのやっぱり事業っていうのは再現性できないともうどうしようもないですよね。 再現性ができるから効率よく売り上げを上げて、そして利益が出るってことなんですけども、再現性がなくて、毎回ゼロから何かをやるってことになってくると、それはもうちょっと利益を出すことが難しいし、多くの仕事をやることも難しくなりますよね。まあそんなことです。いかにして再現性をね、えー、まあ再現性ができる確率を高くしていくかっていうのはビジネスのポイントになるかと思います。 それで、ね、あのー、弊社でですね、実は新築住宅の営業代行、まあ、完全報酬型の営業代行っていうのを実はやってるんですね。で、これなぜ始めたかっていうとですね、まず、あのー、営業マンの高齢化が、ま、どこの業界でも始まってるんですけども、えー、この新築住宅なので、ハウスメーカーさんとか工務店さんも始まってると。 下手をすると営業マンがいなくて、社長が営業もやってるってとこもあるんですけども、なかなかですね、こううまくいかなくなってきてるんですね。新築もなかなか売れなくなってきて。まあ、そんなことで、こう私の知り合いのですね、カリスマトップ営業マンの方がいらっしゃるんですけども、その方が会社を作られたので、ちょっと、え、ジョイントベンチャーでですね、え、こうやってみようかなと。まあその方っていうのは、まあ新築のね、 え、販売のもプロなんで、それで、なぜ、このね、営業代行なのとコンサルティングじゃないのかっていうことなんですが、実は再現性が難しいからです。やっぱりね、うーんトップセールスの、こう、と同じようにやろうと思っても、なかなか難しいんで、だったら、もう営業代行でやってもらった方が早いんじゃないのってことなんですね。うん。 なので、まあ、これからこの完全ね、なんとか代行サービスっていうのね、とにかく代行サービスのこれからもしかしたら生まれてくるんじゃないかなと、いろいろとね。で、ニーズもですね、これ結構あります。え実際、このね、新築住宅の営業代行っていうのは、富山県、新潟県とかでね、もう決まってますよね。あと山梨も決まったのかな。まあ、こんな感じでですね、非常に好評なので、ぜひ、あの、興味がありましたらですね、弊社にと問い合わせください。 22日木曜日、一生働く時代の人生設計の考え方とはってことですね。先ほどもね、あの90歳以上の女性のね、えー、現役で働いている方々3人をご紹介しました。で、まあね、あと新潟にはですね、気楽会っていうね、70歳以上の現役経営者のですね、会があります。これ結構ね、3、40人入ってるんじゃないですかね。 まあ、70歳以上の現役経営者は、まあ、それだけいるってことで、まあ、一部しか入ってないと思うんで、もっともっといるってことなんですよね。まあ、それぐらいね、あの、やっぱり高齢化っていうのかな。高齢化って言われても昔の高齢化と違うんで、皆さん元気なんですよね。えー、それでこれ、人生100年時代って言われてるので、これ、ポイントが2つあって、まず、体が丈夫じゃないとね、 これいけないので、まあ、常日頃からですね、身体をこう健康に保つトレーニング。これ絶対的に必要ですよね。で、もう一点。もう一点は頭脳なんですよ。頭脳がやっぱりついていけるかどうか非常に重要なことになってくるんで、まあ、頭脳が衰えないように動機体というか、これね、非常に重要だと思うんですね。あの、要は、心身と、 えっと、頭、頭脳の健康をいかにしてキープしていくかってことですね。これから、だからね、こういったこう頭脳をいかにして健康体で保つかっていうのはね、非常に良い,いビジネスにもなってくるんじゃないかなと思います。23日金曜日、上下関係がないフラットな組織とはっていうことですね。 あのー、今月のね、あの、差別みたいなね、話を全般戦でしたんですけども、まあ、それとは全く真逆な話で、えー、っとですね、ここで紹介してるのは村田ボーリング技研っていうね、会社さんなんですね。確か静岡県に本社があるのかなうん、洋舎加工とかセラミックレーザー彫刻とかね、まあ、そういったものをやってるんですけども、あのー、実はここの会社っていうのは村田さんっていう方が社長さんなんですけども、一応、 えっと、一般の社員の方っていうか、まあ、村田さん以下ね、社長以下いっぱい社員がいらっしゃると思うんですね。みんな村田、社長のことを村田さんって言ってるらしいんですけどもね。で、やっぱり社員の方が、あの、ブログなんかで社長の紹介してるんですよね。あの、要は一社員から見た、その村田社長、村田さんはこんな人みたいなね。そういうのを紹介してるんですけども、そういうのだからブログで発信してるんですね。 これ読むとね、やっぱりこうなんていうのかな、非常にフラットな組織なんだろうなっていうのはこう伝わってきますよね。なので、これからの会社は上下関係の垣根をいかにこう取り払っていくかっていうのは、これ非常に重要な経営者の仕事の一つになるかと思います。24日土曜日、これを読むとなぜか勉強したくなる。非常にいいですね。そういった本があるとね。で、実はあるんです。 勉強が面白くなる瞬間というタイトルね。これ韓国ので発売されたんですねで。7年間で45万部の超ロングセラーになってるそうです。それでロングセラーっていうのはやっぱり幅広い年代層に生まれてるんで、10代から70歳まで呼まれてそうなんですね。でここには一切、その、ノウハウは書かれていないんだそうですね。うん。で、読んだ人だけが納得するみたいなね。 うんなんかちょっと読みたくなってきますよね。まあそういうふうな本らしいんですけども、ちょっとなんか秘密めいた感じですよね。えー、実はこの本、パク・ソンヒョクさんという方が著者なんですけど、8年もかけてね、執筆したそうです。でどんなことが書いてあるかっていうと、こんなことですよね。えー、と、例えば、勉強は頭ではなく心でするものとかね、勉強に手遅れなんてない。えー、苦しくても頑張ろうと決めた瞬間に全てが変わる。 今日の一日はあなたの人生を作る貴重な材料。なぜ勉強するのかが分かれば、どう勉強するのかの答えは見つかるみたいなね。まあそんなことが書いてあるそうです。まあ結構なんだろうな、先進論っぽいって言えば先進論っぽいんですけども、ただ韓国ではもう非常にこれベストセラーになっていることなんで、ぜひ一度ね、読んでみてもいいかなと思います。 25日日曜日、営業代行を活用して効率的な受注をということですね。さて、えー、営業代行ね、これいろんなのがありますよね。そして最近ではインサイドセールスっていうね、ものがもてはやされつつありますよね。 で、まあ、その辺の営業っていうのはいろんなパートありますよね。まず、マーケティングのパート、セールスのパート、えそして CRM って言って、リピートですよね。いかにしてリピートしてもらうかっていうね。大きく分けて、この3つにパート分かれてるんですけども、普通営業とかっていうと、そのセールスなんですよね。要は、商談。 商談に入ってクロージングまで、受注するまでのことを営業マンがやるとかね。まあそんな感じだと思うんですね。で、そうなってくるとですね、やっぱりマーケティングだとか、その一回売ってからリピートさせるっていうところのね、人員が、リソースがある会社であればいいんですけど、ない会社だとですね、なかなかうまくはいかないですね。そこでそういうところはやっぱり代行に出した方がいいんじゃないかなっていうことなんですよね。 で、あの、先ほども紹介しましたですね。新築住宅のね、完全成功報酬の営業代行ね。まあ、その辺もですね、非常にいいわけなんですよね。そういうのを使うっていうのもね、実際ニーズがあるっていうのがね、やっぱりね、それを物語ってると思うので、ぜひ営業代行使ってみてもいいかなと思います。26日月曜日、小中学校がすごいスピードで減っている事実。これね、ちょっとね、驚いたんですけども、 えっと、大体ね、年間500ぐらいの小中学校なのかな、がなくなってるというデータがあるわけなんですね。まあ、そんなことにしてると学校なくなるんじゃないのって感じなんですけども、まあ、とにかくすごい勢いで廃校が増えてるっていうことは確かなんだそうです。えっ、ー、とね、ちなみにね、2018年度から2020年度ですね、発生した廃校の部数は999校ですね。 で、2002年度から2020年度に発生した廃校の延べ数は8580校なんですよね。うん。で、都道府県別の廃校発生率は小中高のいずれも北海道が最多なんだそうです。うん。まあまあね、すごいですよね。まあこの状態はまだ今後もしばらく続くんでしょうけどね。 それで何が言いたいかっていうとやっぱり廃校とかあと空き店舗もどんどん増えてるんでそういったものをどのように使っていくかっていうのはこれからね非常に大きな課題にはなっていくかと思いますのでこれ真剣に考えないとですね本当になんか人が住んでない誰も使ってない建物ばかりになってしまう可能性がありますよねちょっと真剣に考えたいと思います 27日火曜日、天才詐欺師の手口をご存知ですかっていうね。これね、ダイレクト出版っていう会社のね、なんかあの、これメルマガで読んだのかな動画かなんか見たのかなそれでね、ジョン・ブリンクリ、ブリンクリっていうね、詐欺師がいるそうなんですね。で、まあ、ちまただ天才詐欺師とか天才マーケッタって言われてる伝説の人物ね、悪い方でね、らしいんですね。え、それじゃあ、このね、 ジョン・ブリンクリって何やったかっていうとですね、えっ、ー、と、ラギ、ヤギの清掃の人間の異種移植っていうのをね、やったそうなんですね。これはまあ、ことのことは1917年にカンザス州の町にその彼がね、引っ越してきたそうなんですね。それで間もなく地元の農場主が全体的に活力がなく、なく、性的なバイタリティがなくなったと訴えたそうなんですね。 そこで、このジョン・ブリンクリーはですね、治療のアイデアが思いついたってことなんですね。えー、当時ね、オスヤギは勢力が強いと思言われていてですね、男性の抗がんにヤ,ヤギのですね、生殖腺を移植するという手術をやったそうなんですね。まあそうしたところなんか聞いたとかっていう話でですね、まあまあそういうことがいろいろありました。 ただですね、このね、ブリンクリっていうのは非常にマーケティングにかけていて、まあ見込み客とかね、いっぱいいたそうなんですよね。やっぱり自分も手術したいとかってね。それで、なんか手紙をね、結局なかなかこう決断できない人もいるじゃないですか。そうすると6通のですね、こう、まあ物語になってるような手紙を次々と出していったそうなんですよね。はい。で、見込み客のこう気持ちを揺さぶって、 で、ま、新規患者の獲得に成功してたっていうね。まあ、詳しいこたはネットとかで調べてもらうといろいろ出てるんですけども、まあ、とにかくマーケティングに長けていた人だったっていうことなんですね。それで天才詐欺師になってしまったっていうね。まあ、マーケティングをね、悪用するとこういうことが起こってしまうってことです。28日水曜日50歳過ぎたら健康は大きなテーマですっていうね、ことですね。 あの、そうなんですよ。50歳過ぎるとですね、一気にこう体力が落ちてきたりとかね、あちこち痛くなったりとかね、いろんな問題が起きてきます。まあ、若い時からね、運動しててもやっぱりそうだと思うんですよね。えー、それで一人ビジネスとかね、行動習慣の専門家に佐藤殿さんというね、名前聞いたことあると思いますよね。うん、1958年生まれなので、今何歳なのかな ?64 歳ですかね。 えー、そして、著書が150万部突破のもうミリオンセラー作家として有名ですよね。えー、それでですね、この佐藤さんのメルマガにですね、こんなことが書いてあったんですね。どうして佐藤さんはいくつものプロジェクトをバリバリこなせるんですかっていうね、まあ、読者からの質問ですよね。で、来週は関西出張ですよね。東京、静岡、関西とあちこち飛び回って疲れないんですかっていうね。まあ、こんなね、質問もよく佐藤さんは受けるそうなんです。 ま、それに対するアンサーってことなんですけども、ええー、とですね、この渡り鳥の話を紹介しています。この渡り鳥の筋肉っていうのがあって、羽の付け根からね、この筋肉のところで特別なタンパク質があるそうなんですね。で、それが、えー、イミダゾールペ,ペプチドって呼ばれるね。イミダペプチドって呼ばれてるそうなんですね。これが非常にですね、効くんじゃないかという話を書いてありました。はい。 やっぱりね、これね、日本予防医薬っていう会社が、会社なのかな団体なのかなこれあって、ホームページミット、イミダ、ペプチドのですね、接種2週間目以降からの疲労感のね、えー、データがあるんですよ。やっぱり低下がこう、数を見られるってことなんですよね。 でまあ健康維持にはね、こういったまあサプリみたいに飲むのも一個の手ですしね、まあいろいろあると思うんですけども、人生100年時代ね、健康年齢、いかに健康で過ごす時間を長くするかっていうのが、まあ一大テーマになっていくと思います。29日目標日、ビジネスに必須の能力はコピーライティングだ。いや、本当にそうですよね。あの、どんなに素晴らしいね、商品を開発しようと、どんなにすごいサービスを開発しようとですね、それを 見込み客に伝えることができなければ、そして見込み客がそれを聞いて欲しいって言われなければね、これ非常に難しいですね、売れなきゃね。まあそこでやっぱコピーライティング能力っていうのはビジネスでは非常に重要な能力になるわけです。えー、例えばですね、こういうふうなのを紹介してます。これはセブンイレブン、あるセブンイレブンの店頭に貼ってあるポップなんですけども、これワインのポップなんですね。例えばこんなことが書いてあるものなんです。 えー、志村健さんがアザブ10番で愛飲したシャブリあります。ロバート・パーカー氏96点の高評価。しかも超当たりビンテージ2018。あとはですね、エリザベス女王陛下の90歳誕生祝賀会で振る舞われたスパークリングワインあります。とかね、えー。あとトム・クルーズ氏愛飲赤ワインあります。田崎信也氏の評価は20点満点の18.5の高得点。とかね。 えっと、クリントン元大統領閣下、えー、訪日晩餐会で振る舞った若ワインあります。まあ、こういう風なんですね。ポップが書いてあるんですけど、まあ、奴隷読んでもなんかちょっと飲みたくなる感じじゃないですか。なので、で、ここのポップの特徴としては、有名人を使ってるんですよね。有名人も飲んだとか、有名人のパーティーで出されたとかね。まあ、これもですね、やっぱり人が欲しくなる、買う気になるっていう、えー、手法の一つでありますので、このコピーライティングね。 売り上げを激増させるっていうね力がありますので、ぜひ学んでください。30日金曜日、逆境をどう感じるかが幸せに生きるポイントってことですね。人生長く生きてても、まあ長く生きてなくてもね、逆境ってのはやっぱ訪れるわけですよね。人生右肩上がりで、ね、いければ一番いいんですけども、なかなかそうはいかないっていうのがね、人の人生だと思うんですね。まあそんな時ね、じゃどういうふうにこの逆 今日の期間を生きたらいいのかっていう話の紹介なんですけども、まあ、それはですね、えー、これはですね、まあ、誰の話だえっとですね、小林正寛さんの話ですよね。なんか、蘇赤の法則っていうのね、掃除、笑い、感謝みたいなね、まあ、そういうふうな、あの、法則があるそうなんですよね。まあ、そういうのをこう見ていくとですね、まあ、初級、中級、上級とかあるんですけども、初級はまずこういうことなんですね。 えまず、一般的に多くの人が嬉しい、楽しいと思う現象について喜ぶことができる。二つ目、一般的に多くの人が嬉しい、楽しいと思う現象について幸せを感じる。三つ目、一般的に多くの人が嬉しい、楽しいと思う現象について感謝ができる。だからこの初級編っていうのは、できそうな感じなんですけども、本当にできてますかって言われると、これもできてないっていうね。まあ本当、そうだと思うんですよね。 で、まあ、これ、初級でしょで、中級、上級もあるんですけど、上級行ってみましょうか。上級は一般的に多くの人が不幸と思うことについて喜ぶことができるか二つ目、一般的に多くの人が不幸と思うことについて幸せを感じることができるかそして三つ目、一般的に多くの人が不幸と思うことについて感謝ができるかっていことこれはハードル、さすがに上級だけあって高いです。 まあ、こんな感じでですね。いや、要は、何が起こっても喜ぶことができて、幸せを感じて、感謝ができればいいと。もう初級、中級、上級とかね、分けるとめんどくさくなるので、まあ、そういう感じで喜び、幸せ、感謝。これ、キーワードになってます。こういうことを感じていけばですね、まあ、逆境もですね、難なく乗り越えることができるっていうお話なんですけどもね。 まあそんなことで、9月のですね、30日分の日替わりのコラムを紹介させていただきました。今月の皆様方、ビジネス頑張ってください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。社長の大学、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。